僕はですね、ぴょこたんという名前でですね、こういう漫画を描いてるものです。僕は任天堂信者。僕が行ったのが、アイドルのオーディション会場なんですよ。そう、ファイトっていうアイドルの、FIT って書いて、ファイトっていうアイドルの、まあ、一人ね、メンバーが脱退しちゃったから、そのひ、なんか抜けた穴を埋めるのか何なのか知らないけど、新任教師っていう、一応教師だから、新メンバー募集のね、やったの。一般から。そしたらすごいね、美女とかがたくさん集まっててさ、何人ぐらい集まってたかな。つうか僕、このアイドルの、そういう、見る目もありますけど、基本的に見る目があるの、全体的において。だからほら、ゲーム会社の見る目もあるから、ゲームを見る目もあるじゃん。だからいつもゲームのね、レビューしてますよね、ここで。あと、エアギターの審査員もやって、ちゃんと確実な点数をつけてるからですね。エアギタープレイヤーの皆さん、僕の点数確実なの気づいた、そろそろ。僕はその時の空気とか、周りの評価に全く流されずにね、自分の評価だけでね、その4.0から6.0までしっかりつけてる。だからね、僕のエアギターの点数を何年前から全部見ても、全部そう、その順に合ってる。だから僕は6.0つけたことほとんどないんだけど、6.0つけたのは今世界チャンピオンになってる人だけだから、実は。今世界チャンピオンになってるね。名倉七海さんかな。名倉七海さんと、あと大の字の大内さんとかその辺だけなんだよ。僕は6.0、5.9つけてる。だからね、僕の評価はね、絶対評価なんですよ。相対評価じゃなくてさ。そしてさ、今もう始まりましたけど、今ね、漫画の審査員もしてからね、漫画の審査員。漫画のですね、ネーム大賞っていう。もうネーム大賞もう何年もね、佐藤秀峰さんの漫画オンウェブっていうサイトでやってて、もうどん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 スピリッツとかの連載作家とかね、輩出しまくってんだよ。あれすごい賞だよ。うん。だから、今回もう70作品ぐらい読んでね、全部に好評をつけますけど、僕も漫画も見る面もありますから、やっぱこの人売れるなって思った人は大体売れるもん。偉そうにね、自分が描いてる漫画はさ、こんな漫画を描いてる文在でですね、そのストーリーのね、うんちくとかを垂れますから、僕は好評で。自分が描いてるのはそれでこれだって言うけど、関係ないから、そういうの。審査団と、あれは関係ないんだよ。なんか、わかりますか？この図の。そういうわけで、だから僕もね、アイドルのね、その新メンバーのオーディションも、でもさ、ほんとすごいよね。僕以外のメンバーがほんとプロの人たちなの。パスポート、プラチナムプロダクションのね、その会議室でやってたから、パスポっていうアイドルが輩出してる人とか、あと最近だとサイレントサイレンっていうね、サイレントサイレンっていうなんかアイドルもいるんだけど、そういう人を全部見つけてきて、選んだ確実な目を持ってる人、その人たちと混ざって、僕この格好、そのままこの格好っていうか、こういう感じ。こういう感じで、しかも、こっち側に座るの。その、オーディション面接受ける人は。で、僕がここにいるから、一番近くにいるんだぜ。一番近くで、汗だくで、この人がいたらどう思う？でもやっぱね、僕は思いましたよ。こういうところにまず、来るだけで立派すぎるよ。人間として立派すぎるよ。15歳とかさ、17歳とかの人がさ、そこでハキハキするんだよ。恐縮するよ、こっちが。だからもう、ここにいる人、全員ね、幸せになってほしいな。ここでさ、結局さ、選ばれるわけじゃん。選ばれてさ、落ちた人はさ、泣いたりもするかもしれないけどさ、これってほんとね、こっち側のなんか、ほんと気まぐれで選ばれてるようなもんだからさ、落ちた人もほんと、つうか、なんでそもそもアイドルになるんだよっていう、これ。こんなこと言っちゃなんだけど、なんでわざわざその人生のハードモードを自分から。まあ、漫画家もそうだけどさ、もっと楽に稼げる方法いっぱいあるんだよ。なんでたくさんレッスンして歌を歌って、キモいやつと握手しまくってさ、もう、僕みたいなキモいやつ。僕はその応援する側だからこそわかるんだよ。この人たちさ、大変なね、努力をしてさ、ステージに立ってるってこと。オッズに合わないんだよ、アイドルは。だけどそれでもね、キラキラとした人たちがいっぱい来るわけよ。だから僕もその全員にですね、100点満点でですね、点数をつけちゃう。これほんとひどいよな。明らかに人間としてさ、あっち格上なんだよ。たまたま僕はその場に居合わせただけでさ、なんか65とかさ、小さく、でもね、資料にね、小さく書いてたら誰にも見えない。これが僕のね、良心。もうこの字はね、自分にしか読めないっていうところで、女の人に対して100点満点で点数つけちゃってんだぜ。やばすぎ。でね、でも僕はね、言いたいよ。こういう審査官が何を見てるか。最高の審査を持ってるじゃん。で、僕って基本的にその女の人のアイドルグループを見たときに、絶対センター推しなんですよ。だから、
超スタンダードな一般男子の目を持ってんの。だポッシボーで言えばロビンちゃんじゃん。ロビンちゃん。シンクレティで言えばロビンちゃんじゃん。ああ、だからファイトで言えばトマルちゃんじゃん。普段塾だったら、瀬口かなさんでしょ？あとコナンちゃんとかも NHK のさ、天才テレビ局に出てるコナンちゃん。あ、ただね、今、ももクロっていうコメントがあるんだけど、僕ね、ももクロの人がもし例えば、メンバーが、その、オーディション来てたら、なんか全員落としてる気がするんだよね。それだけがね、その僕のアイドルを見る目として、間違えてんのか何なのか、それともももクロはやっぱ特別だから行ったのか。全員、今回のオーディションにももクロのメンバーが全員参加してても、僕全員ね、70点とかだと思うんだよ。最高で90点つけてるけど、でもどんぐらいのアピールするかわかんないじゃん。やっぱアピールなんだよな。顔じゃないんだよ。パフュームで言うとノッチでしょ？あ、ももクロでは僕ね、あのね、辞めた人が好きだったんだ一番。眉毛が太くてさ、アカリンだっけ？一回ね、たまたま僕ももクロのライブね、そのアカリンがいる時のやつ見に行ったことあんだわ、確か。変な学園祭みたいなところでやってたやつ。早見あかり。だから、あ、この人すごい宮沢りえみたいな動きでいいなと思ってさ、あ、宮沢りえみたいな顔で動きもキビキビしてていいなって言ったら、その人真っ先に辞めちゃったからね。ちょっと僕違うのかもしれない、そういう意味では。ベイビーレイズはですね、これも言いたくないけど僕はデンちゃんなんですよ。一番スタンダード、あ、でもデンちゃんセンターじゃないわな。もう最初の頃見てたから。待って。これじゃあ僕がまるでキモいさ、アイドルオタみたいな感じになっちゃうじゃん、こうなると。ちなみにピンクベイビーズでは、ね、僕これ異例の話、異例の発表するよ。ピンクベイビーズではやぶた推しだから。ピンクベイビーズ。知ってる？あの、千葉ロッテマリーンズのストッパー YFK のやぶた。やぶたの娘がピンクベイビーズにいるんだぜ。ピンクベイビーズっていうですね、もう14歳とかさ、12歳とかさ、すげえジュニアアイドルみたいのがいっぱい集まって、で、ピンクレディの歌を歌うっていうさ、うん、そのピンクベイビーズのやぶたはですね、僕は顔で推してないから。お父さんと推してるから。お父さん推しです。もう、やぶたそっくりのこういう馬面でさ、やぶた安彦そう。で、千葉ロッテマリーンズのかつての投手の娘を入ってるグループは大成するっていうね、この理論を僕は提唱したい。倉持アスカっているじゃん、AKB に。あれ、倉持明の娘だから。AKB の、だから AKB は僕は倉持アスカ推しなんですよ。知らんけど顔とか。あ、SKE に若田部の娘いんの？あとさ、オハガールに石毛の娘いたからね。西武ライオンズのさ、石毛行ったじゃん、石毛。あの娘がオハガールにいたんだよ。な、そういうのを押していきたいね。あと僕が言いたい。じゃあもうここでですね、その、これからアイドルを目指す人たちに、僕みたいなね、審査の愛を持った人からアドバイスあげるよ。まずですね、プロフィールに書いてあること。これはね、ありがちすぎて、興味がね、ないっていうやつ。まずバレエを習っていた。ピアノが弾けます。体が柔らかいです。クレヨンしんちゃんのモノマネができます。この辺はね、ありふれすぎてるんだよ。違うんだよ、だからちょっと。アイドル好きです。ゲームが好きです。それもちょっと抽象的すぎて、全然食いつきません、僕は。だ、例えば僕だったら、その、趣味のところにね、ゲームとは書きません。僕がもしね、アイドルデビューするね、女子だったら、ニンテンドー愛って書く。ニンテンドー愛って書いて、ニンテンドー愛って書けば、え、何これ、ニンテンドー愛ってなるじゃん。したら、ね、そうしたら食いついてきた。しめしめと思ってね。そこでですね、岩田社長へのね、気持ちとかをね、ダーって喋るから。で、なぜソニーのゲームがクソで、ニンテンドーのゲームが素晴らしいかを、ペラ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 って喋るからな。そしたらね、なんだこいつってなるじゃん。あとですね、今回ね、僕質問もできるのね。僕はいろいろね、その、用意されてきたものじゃないものを見たいんですよ。女性としてですね、若い美女で、多分それなりにさ、用意してきてる熱意とか、あと、気持ちとかをさ、押してくるじゃん。そこに対してね、僕は、その、素の部分というか、リアクションも含めてですね、何様なんだよ、一体僕はさ。な、ほんとすいません。人間としてあっちの方が圧倒的に需要があって、圧倒的なね、ポテンシャルを持ってる人間。そして僕みたいなクズにそういう質問される。ほんと申し訳ない。ほんと申し訳ないんですよ。だけど、例えばさ、僕が、例えばね、いきなり、急に投げかけらしたもんとして、あれ、兄弟って言いますかって、突然ですよ。何の話もしてないのに、あれ兄弟って言いますかって。したら、います。弟がいます。じゃあ、やっぱ弟とかと喧嘩しますかって言って、そうですね、って言うじゃん。したら、じゃあちょっと、どうやって喧嘩するのかやってみてください。これがいいんですよ。
そしたら、なんか弟が、ちょ、よくわかんないけど、弟がなんかトミカとか投げてきて、私負けちゃうんですよ。やめてよ。こういうのを美女がやってんのを見て、あ、この人いい人だな。そういうね、何気ないシーン、用意されてきたものじゃないシーンで、そういうのを見ることで、あ、なんか良さそうな人だな。例えばさ、趣味がさ、ライブに行くことって書いてあるじゃん。それだけじゃわかんないから、これライブってどんなライブ行くんですかって言ってさ、本当は言いたくないんだけどさ、ビジュアル系のバンドに行ったりするんですよ。ちょっとビジュアル系に行ってる時点で、ハテナマークが点灯するわけです。じゃあビジュアル系って言うと、やっぱり例えば、客席のね、前の方にいてさ、客の上をさ、うわーってこうなんか、もうこんな風になっちゃうやつ、客の前でさ、客に乗っかってさ、こんな風にやるやついるんですよ。こんな風に。だそういうやつ、そういうことやるんですかって言ったら、あ、さすがにそれはやりませんって言ってさ。まあ、それはやんないのは分かってたけどさ。あんなのやったらもう、もみくちゃにされて最悪で、全部洋服とかも脱がされちゃうよ。そんな美女がそういうことしたら。だから、それはやんないけど、だったら、ヘッドバンキングっていう、こういう、こういうのやるんですかって言ったら、それも、じゃあちょっとそれやってみてもらえませんかってこういうふうにニコニコしながら言ったら、本当に、いやいや、っていうところとかも見てるんですから、僕は。で、本当にもう、本当申し訳ない。髪の毛もセットしてるのにさ、いやいやさ、っていうのを、たくさんの大人が見てる前でさ、やってくれるんだもん。もうこんなやってくれる人いたら、僕本当ね、もう、全員合格です。でも、そういうところで、その人のさ、用意してきてない、新たな、なんか、本物、本性に近い部分がさ、見えるじゃん。例えば、ちょっと嫌な顔しながらもやってくれるとか、もちろんやらない人だっているしさ、審査員はほんと偉い人だから、もう名前も明かせないけど、僕以外、その辺は、やっぱプロデューサーとか、その、プラチナムのその、今まで数々のね、ビッグ芸能人を輩出した人とかばっかりなんだぜ。アダルトビデオの導入ブームやんけとか言ってるやついるけど、ああいう、ほんとね、だからそういうやつ大嫌いになってきちゃった。そういうさ、そういう女性のね、夢とかさ、希望みたいなものをさ、悪用して、そう、今回言ってる人はほんとね、だから真面目な審査員とかで、その、一緒にファイトっていうグループをね、もう一個盛り上げていこうっていう気持ちのばっかりの人だからさ、よかったけどさ、あれを悪用するやつってほんと許せねえよな。岡田斗司夫とかお前のこと言ってんだよ。頑張っていこうっていう気持ちをさ、逆手にとってさ、その、あわよくば、みたいなことを思っちゃうやつ。いや、僕全然違うよ。僕はほんと全員にリスペクト込めてやっていくから。許せなくなってきちゃった、そういう悪用するやつが。ああいうね、純粋な気持ちを踏みにじる。僕だってさ、基本的に人の気持ち踏みにじることしてないよ、一回も。そういうね、人の気持ちを裏切ることはね、意図的にやるやつはクズですから。一回もしてないから、僕、裏切ること。意図的に。あ、だから、そういうね、人たちもね、ほんとその美貌が持ってれば、もういくらでもね、人生楽勝な動き、立ち回りもできるんだから、よく考えてね、しっかりね、まあ、騙されないでほしい。いろいろと。よく考えて逃げるときはすぐ逃げないとね、ほんとね、立ちの悪いやついるんだよ。まあ、そういう意味で、まあ、その、僕がいるようなね、しっかりとした、ちゃんとしたね、そのオーディションに参加したことはね、まあいいんだけどさ、安心なんだけどさ、うん、気をつけてほしいです。頑張ってほしいのと。うん、アドバイスしておくよ。さっきも言ったけど、バレエっていうのと、ピアノっていうのと、体が柔らかいっていうのと、クレヨンしんちゃんのモノマネできますっていうのと、その辺は、プロフィール項目に書いても、プラス点が一点もないから。だったらもっと違うのかけていい。もうね、すごいニッチなこと。あと、例えばさ、プロ野球が好きって書いた人いたの。プロ野球が好きっていう人いたから、じゃあちょっと好きな球団と選手について熱く語ってもらえませんかって言ったの。そしたらですね、ここでね、例えばさ、私は千葉ロッテの角中が大好きでね、角中のこの内角に滅法強い。内角打つときは、もう結構窮屈な姿勢だから、流し打ち、レフト方向に、左バッターだったらレフト方向に行っちゃうんだけど、角中の流し打ちはこう、本人は首で打つって言ってるじゃん。角中は首で内角を打つって言ってるから、ガッパンッライト線に鋭い打球を飛ばせる、あの角中の内角打ちってほんとすごいと思うんですよ。もし美女が言ったら、わあなんだこいつってなるじゃん。もしこれやっちゃったら僕はかなり点数上がるよ。僕がそのプロ野球って書いてる人に言った時に、その人は、私はね、
中田翔さんが大好きなんですよ。ちょっとこう強引そうなんだけど、本当は優しい心を持ってて、日ハムのね、ホームラン王の中田翔のことを言ったんで、ふーんってなっちゃった。ここなんですよ。その自分がプロフィールに書くからには、明らかにそのガチな回答を用意しといてほしい。中田翔じゃね、僕はがっかりなんですよ。だってホームランキングだし人気あるし、大谷くんとか中田翔とか言われても困っちゃうんですよ。なんだろうね。あれ、モノマネでもね、例えばモノマネって書いてあって、クレヨンしんちゃんとか、まあ、アンパンマンとか結構みんなやるじゃん。モノマネのモノマネになっちゃうじゃん。今回確かね、モノマネって言ってね、こういうことやった人がいた。なんか、バイクのモノマネをしますって言って、美女だよ。美女なのに、こういう風にやってね、バイクのモノマネ。これ結構いいよね。こういうのを何個も何個もわけわかんないのやるんだったら、ありなんですよ。ちょっとなんか、キュンとくるじゃん。何これ、この人。あとは、そのマニアックなことを書いたら、なら、アイドルが好きとか、アニメが好きって書くぐらいだったら、もう、とにかくニッチなことを書いた方が絶対いいから。僕だったらね、株主総会マニアって書くね。株主総会マニアって書いたら何なんだろうって思うじゃん。え、何これ。したら僕はね、株主総会っていつもね、その社長に対して質問するの大好きなんですよ。今までね、こういう質問をしてきて、でこうやって、企業のトップに対して物申すことがね、ほんと気持ちいいんですよって、その辺をこう力説すればさ、気持ち悪いじゃん、アイドルだって。たとえその時落ちたとしても、何か心に引っかかるもんがあるんですよ。引っかかるもんがないと、やっぱね、難しいんだよ。これからね、荒波に揉まれて、そう、一点突破。落ちたってね、そんな落ちるのっていうのは、やっぱりそのコンセプトとかに合わないとかいうのもあるから、たとえ美女でね、すごいね、優れてる人でも落ちるときは落ちるんだよ。だからその、一回落ちることとかに気にせずね、ガンガン行ってほしいんだけどさ。うん、そういうことなんです。でもね、一個僕、僕って結構センター推しだし、見る目はね、確かだと思ってたんだけど、今回ね、最高得点をつけた人がね、誰もね、引っかかってなかったんだよね、その人に。数々のさ、女性をさ、世の中に出してきた有名なね、プロデューサーとかも、その人にね、一回も引っかかってなかったの。あの人売れないかなぁ。僕の目がおかしいのかなぁ。その人の名前でさ、ツイッターで検索してさ、アカウントまで見つけちゃったもん。間違いないんだよ、あの人で。僕の中ではあの人で間違いないと思ったんだけど、やっぱいろんな大人の事情とかがあって、もう言えないけど、その人が誰なのか。でもあの人ずっと僕マークしていこうと思ってるから。いやー、でもあの人なんだよなぁ。もちろんね、他に挙げた人は全部一致してたんだけど、そう、一人だけね、他の人誰にも引っかかってない人がいたんだよ。なんだろうね。あんなに僕が90点以上つけたのに。ストーカーすぎるって。違うじゃん。だからといって、その人のことフォローしてるわけでもないしさ、タイムラインをね、ほんの6ヶ月遡ってみて、写真とかを見て、ああ、この人いいなーって。気持ち悪。気持ち悪、僕。